の脇戻ってきました。駅周辺で飯食いたいと思います。それではこの服部半蔵というお店でいただこうか。特製石の巻焼きそば食べよう。深海魚カツいただこう。お通し茶碗蒸しめっちゃ美味しそうや。生絞りパインサワー来ました。マジで絞る感じや。あーすごい、マジの生絞り。炙りしめそばめちゃくちゃいい香りがする。めっちゃうまそうな深海魚カツ。やっぱこれマジうまいわ。特製石巻焼きそばめちゃくちゃうまそうや。3410円分食いました。うまかった。今日泊まるのはこちら、石巻グランドホテル。いやーすごいいい部屋です。テレビ、冷蔵庫完備、部屋にはお風呂とトイレもついてます。東北地方一周の旅8日目が終了しました。本日は気仙沼から石巻までやってきました。明日は石巻市内を散策して仙台を目指したいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。6時過ぎ、目が覚めました。すぐそこには石巻駅が見えてます。バイキングでいろいろ取ってきました。いただきます。チェックアウト完了しました。9日目がスタートです。近くにある石巻ハリストス教会にやってきました。あれとか震災の被害受けたんかな。アイプラザの前に仮面ライダーの像があります。歩道と自転車道が分かれてます。珍しい。石巻駅に戻ってきました。人形も今動いてないみたいですね。300円でロッカーに荷物預けていきます。では今から石巻市役所に
チャリ借りに行きたいと思います。駅のすぐ向かいに病院やイオンがあります。ここのイオンと市役所一体になってる。マジでこうイオンの中の上の階が市役所っぽい。観光協会でチャリ借りましたので門脇小学校まで行きたいと思います。電動アシストで楽ちんです。では出発。こちらが石巻のマンホール。アニメのマンホールあった。ポストもなんかアニメのキャラが乗っかってますね。ではこの寿町通りで曲がってみよう。何これ、時代屋。すごい、なんかアメリカンな絵だ。なんだかまだ震災の跡らしきものが垣間見えますね。こちら永願寺というお寺のようです。すごい立派なお寺です。こちら旧北上川というようです。震災の時はこの川が氾濫したんでしょうね、きっと。向こうには石の森漫画館が見えております。そこから船が出ているようです。多分ここら辺も海沿いなので津波の被害にあったと思われますね。結構復興してるってことですかね。早速震災遺構が見えてきました。ここは震災遺構の門脇小学校のようです。ちょっと見学していきたいと思います。中に入ってみましょう。門脇小学校はとものすごい雰囲気ですね。もう廃墟感がすごい。津波の被害にあっただけでなく火災にもあってしまったようですね。津波が来る前はここから入ってたようですね。こちらは被災樹木、これがまあある程度の盾となって学校を守ったようです。ここの台座の部分も壊れてますね。では校舎の中に入りたいと思います。ここが入り口のようです。ではここから入っていきましょう。すごい体育館の中、被災した車両。じゃあまずは、順路通りの本校舎に行きます。エレベーターも用意されてます。校長室だったみたい。うわすげえ。ここ職員室のようです。うもう何もかもが散乱してる。2階に上がりました。うわすげえ。少人数指導室、ここは3年2組だったようです。あの奥にある白いのは何かなと思ったら黒板のようですね。3階に上がってきました。すごいな、もう机の跡ですかね。あれも散乱してる。ここはランチルームだったようですね。あ、ここにもなんかあの焼け落ちた黒板が机の上に乗っかってます。ここは4年2組だった場所。あ、もう天井がねもう焦げてぶら下がってます。あ、まあ、当然ですが、もう窓ガラスも全部なくなってますね。この近くにはもう海が見えますね。かなり
海に近いところにあるから津波の被害も相当大きかったことでしょう。こちらは防火扉。座ってみてくださいだって。ああ低い。ここは2階の特別展示室。ああ被災した本校舎の裏側が見れますね。こうやってすげえな。こっち側は中に入れないエリアですね。教団を橋にして日和山へ逃げたというような、工夫がされたようです。ちょうどねあそこの割れ目のところですかね。あそこになんかあの教団残っていた教団で橋を作って日和山の方へ避難するようにしたようです。こうやって橋も壊れてしまったようです。石巻って最大の被災地のようです。多くの文化財も被害を受けてしまったようです。津波の恐ろしさをまじまじと感じさせられる施設でした。じゃあ次は復興記念公園に行ってみましょう。公園内にある門の脇駐車場、園内はチャリ走行禁止なんでここにチャリ置いていきます。ここに震災遺構がありますね。旧門脇保育所跡。ここに保育所があったということはやはり民家もこの辺りにあったということですね。もう軒並み流されてしまって公園になったようですね。次は宮城東日本大震災津波伝承館に入ってみましょう。伝承館出てすぐのところに見晴らしの良さそうな丘があります。丘の上はすごく見晴らしのいい空間となっています。丘の上からは大きな堤防があります。あそこからね津波が襲ってきたかと思うと恐ろしいですね。本当ここら辺一帯が公園になっているようにこの辺りも壊滅的な被害を受けてしまったようですね。以前はここにも民家がたくさんあったのではないでしょうか。こちらにあるのは鎮魂と追悼のモニュメント。こ
公園内の別の駐車場に移動したいと思います。成人堀駐車場に移動してきました。この駐車場から頑張ろう石巻の看板が見えてますね。行ってみましょう。こちら頑張ろう石巻の看板、震災直後にこうやって建てられたようですね。多分これは初代のものではないみたいですね。看板の横には、慰霊の場所があります。ではちょっと募金をしていきたいと思います。横には鐘がありますね。テイラー・アンダーソンの記念碑。津波でお亡くなりになられた職員の方のようですね。なんか子供を助けてご自身はお亡くなりになってしまったようです。これは何でしょうか。被災した瓦礫が保存されている形でしょうか。本当にこの辺り何もかも流されてしまったようですね。飲食店がちらほらあります。すぐ近くにある南浜つなぐ館。頑張ろう石巻の看板、震災直後はこのような佇まいであったようです。本当何もかもが流されてしまった。せめてもの気持ちで募金していきたいと思います。この花を忘れない。見てると本当に泣けてきます。では次は小学校の裏手にある日和山に登ってみましょう。ちょうどここから登れそうですね。この西光寺の横のところに階段があるんでここから登ってみましょう。津波襲来の地の碑がありますね。やっぱ高台避難所になってるようですね。この上、ここら辺まで津波が来たってことか。階段きつめっちゃいい眺め。何でわかんないか。上に神社があります。鹿島五字神社って呼ぶのかな。ここから海の方を振り返ると絶景です。西光寺にやってきました。芝田家のお墓ですかね。仏足跡。この左手に先ほどの階段が見えますね。すごいたくさんのお地蔵さん。住職さんいい人。なんかめっちゃ落ち着く雰囲気。で、あの本堂の中の全部建物がもう、はい、みんな前から後ろからみんな入って、はい、だから建物はかろうじて残ったんだけど、はい、フックアパートあって、はい、ここは昔大勢人住んでたところで、はいはい、だから震災のあの頃の、はい、1年目あたりの風情を残してるのはうちだけなんです、はいはい、でここら辺の周辺の人で、はい、うちで170人ばかり亡くなったかな、はい、この井戸水をバーッと流して、はいはい、でゴミを取って、はい、でザルに開けてきれいにして、はい、で天日干しにして、はい、であのまたお骨に戻してあげるっていうのを12年間ずっとやったんだよ、はいはい、みんな、はい、あのどんなことをして、はい、今回のノートもそうだけどさ、はい、どんなことをして自分の命をみんなのために使うことができるか一生懸命考えるじゃないですか、はいはい、川辺にやってきました。石巻元気市場入ってみましょう。この顔出しパネルで漁師の一員になりきれる。
階では石巻焼きそばとかも食べれるらしいぞ。石巻市川町交流センター。2階から出るとそこはもうめっちゃいい眺め。すぐ目の前には漫画館が見えております。ここから定期船が出ているようですね。川町交流広場、橋の方まで来ました。すごいいい眺め。石の森漫画館にやってきました。面白そうやな、これ。漫画のキャラがいっぱい。なんか手形がいっぱいありますね。多分これ漫画家の方々ですかね。すげえ。大人1名900円。これは再現された昔の家かな。ハカイダーのポスト。仮面ライダーと写真が撮れる。今ちょうど上映中だ。こうしてた。3階はカフェコーナー。品はライブラリー。あ、すごいサインがいっぱい。裏側には中瀬公園が広がっております。漫画好きとしてはものすごい楽しい施設ですね。公園にやってきました。これ多分あえて震災当時のままに残してることってことでしょうね。多分津波でやられちゃったんでしょうね。なんか生々しい跡が残っております。ここから下に降りれますね。
巻石のことが書かれておりますが、それのことかな。あ、いい眺め。登ってみましょう。無事に観光協会まで戻ってきました。返却完了。それでは石巻の町を出発。石巻から松島海岸まで行きます。松島海岸まで510円。それでは石巻を出発。まずは一番乗り場から仙台行きに乗ります。高木町駅に到着しました。ここで乗り換えます。うわすごいな、ラッピング車両。松島海岸駅に到着いたしました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。